ビンバ神社。ビンバ神社は、神戸市名田区岩屋中町にある神社、式内社で、旧社格は、県社。国道2号と国道43号が、東から西へ一本に重なる道路に北接する、丘の上に鎮座する、阪神電鉄岩屋駅の南東約150メートル。ビンバは、古く、売り、美月売り、三軒女、宮戸女等の文字で書かれることもあった。現在は、 須佐能おの村を主祭神とし、天照皇大臣、熊野坂身を廃止しており、江戸時代までは、後頭天皇と称していた。本来の祭神は、美ヌ神であった。美ヌ神はその神明から、水神の渡ると波の折りと同神と見られ、現在では、境内者の水神社に、渡ると波の折りが祀られている。赤いあるいは三軒女清水と呼ばれる井戸がある。この女神の名を、 瓶場とする説が有力。他に、柿の本の人まろの歌、玉もかる、瓶場を過ぎて、夏草野の島の先へ船近づきぬからの発想で、あろうか、もしを製造するときに使用する海松からとする説も、ある。摂津国風土器一文に、当社総研に関する記述がある。神宮皇后が、白木聖伐に出発する際、川辺軍神前松原で、戦勝祈願したとき、 稲川上流ののせの美圧売山の神が来て、美圧売山の杉の木を切って船を作れば、必ず勝利すると告げた。その通りにして、勝利を収めた木と古代には南に突き出した岬となっていた当地の沖で、船が動かなくなり、戦場で占いをするとこれは、美圧売山の神の意志であると分かったので、そこに美圧売り神を祀ったという。これは、ある程度史実を伝えている模様で、 住吉大社神代記にも、稲川の女神と向川の女神が、住吉大宮の木を引くために、互いに競ったことが記されている。摂津国風土記一文に、というけ大宮が、丹波国に遷座する前は、摂津国稲倉山にいたことが記されているが、この稲倉山は、稲川上流域にあったのではないかとの説がある。演技式の現場領の項には、特に、白木より品格が来朝した時、 幾田神社で醸した酒を、当地にて振る舞ったことが見える。南波の航路間でも酒を振る舞っているので、当地で酒を振る舞うことは一種の儀式だった。演儀式神明町では、摂津国八部群、売神社と記載され、勝者に列している。都から、現在の大阪を経て、西国に船で向かう時の最初の宿泊港であり、西国から都に戻る時大和を意識させる。 生駒山などが見え出す地でもあることから、柿の元の人マロ、大友旅人、田辺福マロはじめ多くの歌人によって和歌が当地で読まれた。江戸時代には、廃人の与サブ村も兵庫の北風家に立ち寄る途中、たびたび訪れている。西国街道に面していたので、様々な遊戯施設が設けられ、陸からも、海からも、参拝者が訪れ、賑やかであった。 明治6年8月に孫社に、列格し、昭和5年9月に県社に昇格した。昭和20年6月5日、戦災により、社殿を消失し、昭和27年に再建された。本殿のある丘の下に流水があったが、阪神、淡路大震災で枯れてしまった。古来より、この神社の前を、利縁を恐れて花嫁行列は通らない。女神が嫉妬するからだと言われているが、 縁切りでも有名で、様々な縁切りの方法が伝えられている。ありがとうございます。